ザルバトマングリはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家である。2011年のサウンド・オブ・マイ・ボイスと2013年のザ・イーストを監督、脚本しており、どちらもサンダンス映画祭で上映された。フランスでイラン系の両親のもとに生まれる。母親は料理本作家のナジュミイエ・バトマングリ。弟はロックバンドのバンパイア・ウィークエンドのメンバーのロスタム。 バトマングリである。兄弟ともにゲーである。アメリカ合衆国のワシントン DC で育った、ジョージタウン大学で人類学と英語を学び、2002年に卒業する。バトマングリは哲学のクラスでマイク・ケイヒルと出会い、彼らは共に脚本コースを選択して短編映画を制作し、ジョージタウン映画祭で賞を獲得した。その短編映画を見たブリッド・マーリングは両者に、 共同制作の話を持ちかけた。数年後、マーリングが卒業すると3名はカリフォルニア州ロサンゼルスに移り、バトマングリはアメリカンフィルムインスティチュートコンサバトリーに通った。彼は3 5ト、mm、ルの短編映画、ザ・ラコーディストを制作し、マーリングが出演した。ありがとうございます。